子育て0円、老後0円、4年かけて子育てを0円に持っていく環境を200億円から300億円の価値に変えて子供たちに送り届ける、みんなで保育を助け合うコミュニティを作って、子育て0円、老後0円をまず4年かけて子育てを0円に持っていくっていう感じなんですけども、ただ香川市だとかこの一帯には子供さんがたくさんいまして、18歳未満の方 4.5 万人ですね。で3歳児未満が1万人ぐらいいらっしゃるので、それを掛け合わせていくとですね、250億円ぐらいかかっちゃうと。で、加古橋の予算は1700億円あるんですけれども、いきなりそれをそのために250億を動かせるわけもなく、じゃあどうするかっていうとですね、まあ、私グルギっていうコミュニティをやってるんですね。全国1万人ぐらいあるんですね。で、加古橋でも物々交換のグルギっていう場所があるんですけれども、まあ、誰かのいらないものが誰かの必要になるという、お金を返さない循環っていうのをやってます。そうするとですね、どんな現象が起こるかって、これ使わないものって誰か使えるよねっていうことにすぐなったりとか、私時間があるんで手伝いますよっていうことになったりするんですよね。だからお金を使いすぎずに、そういう循環を使わせてもらうとですね、なんかできるんじゃないかなってことで、明石の、市長さんもおっしゃってるんですけれども、1% ずつ毎年予算を積み上げるっていうことはできたと。私も加古橋の予算っていうのを1から2%、おそらくまあ20億から30億ぐらいずつ毎年積み上げていけば、予算確保することは可能なんじゃないかなと思ってます。でもそれは誰かの仕事を奪うことじゃなくて、何か効率よくするとか、もうちょっと節約するとか、そういうちりつもで、私は事業家としてやってるんで、じゃあその集まった20億円とか30億円を物理的な循環を起こして200億円から300億円の価値に変えて、それを子どもたちに送り届けるというような作戦でございます。じゃあどうするのかっていうと、まず家計で一番予算が大きいのが食費になります。ちょっといろいろ計算してみたんですけどね、1人子どもを育てるのに約1年間で60万円から100万円ぐらい1人子どもさん年間かかる。で、18歳に1800万かかるわけです。それは子供育てるの大変です。3人いたら300万かかるわけで、その中でも食費が一番ウェイトを占めます。じゃあどうするのかっていうと、まあ、すぐできることとしては給食費0円っていうのはすぐにできることかなと思うんですけれども、加古橋及び加古橋周辺で使われてない耕作放棄地を大量に借りていきます。そこで、みんなで米作りだとか野菜作りを仕掛けていきたいなと思ってます。お米だとか野菜とか味噌っていうのも、子供たちに支給をするっていうことを約束したい。それはお金で現金で買って渡すんじゃなくて、市民のみんなで協力して作り上げていくことで可能になるんじゃないかなと思っております。この少ない予算でどう価値を増幅するかの2つ目が保育ですね。予算でかかる保育っていうのが非常にやっぱり大きくて、保育園を増設してたくさんですかね、そこにお金を流し込めれば何も問題はないんですけれども、まあ、そうは言ってもそれは国の方針だとかいろいろ予算の設計を作って国から予算もらうとそういうことしないと、まあ、相当ねそれも頑張るんですけれども、もう一つの作戦としてはグルディ保育といいますか、みんなで保育を助け合うコミュニティを作っていくっていうのはどうかなと思っております。それも市民のみんなを巻き込んでいくことになりますけれども、子供1時間で見れる、2時間で見れる、3時間で見れる、そういう人と、奥さん持っている方をうまくマッチングをする、ファミサポの、無償版ですね、そういうイメージをしております。で、その次が、まあ、保育に対してお金がかかる部分としておむつとかおしるきとかミルク、これも、まあ、作り出すっていうのが一つの答えかなと思っています。まあ、市で、調達をして、OEM だとか、直接工場と取引させていただいて完成したものを買わせていただくんじゃなくて、原料に近い状態で買い付けさせていただくと予算が半分以下に収まるなと思っています。で、教育費ですね、やっぱ子育て費用が次にかかってきます。 毎月何万円かですね、ちっちゃな備品ですよね、制服だとか、まあ、体操服だとか、そういうものも市から支給、もしくは物々交換させていただく。あと習い事とか結構皆さんねお金かけてらっしゃるということで、これはまあ習い事されている方の迷惑もかからない程度なんですけれども、加古橋20万人が大人いますので、能力ある人とか才能を持っている人めちゃくちゃいると思うんですよね。なので、ハイレベルなものは優勝でもいいと思うんですけども、中レベル、ちょっと教えてあげたいとか、そういうレベルの方々とのマッチングをしっかりさせていただくと。そうすると物理的な習い事感じで、みんなで教え合うこれ教えてあげた、これをなんかとか見守ってハッピーになったから私もっていう、そういう循環が生まれたら、その習い事もゼロに近づくし、塾もゼロに近づく。あと不登校の方ですね、やっぱり、まあ、コロナも含めて、不登校の
子さんが増えていると、そうするとまた保育、教育、子育ての負担もすごく大きくなる、フリースクールもすごく高いので、そういうところには物理的に、支援するっていうのもありますし、具体的な発想で見守りコミュニティっていうのを作っていくっていうのも、可能なんじゃないかなと思います。なので遊びですね、やっぱ家計の中の予算としてはレジャー、遊び、家族で遊びですよね。これも物理的な発想で解決できるなと思ってます。やっぱ川市とか県外に出ていくっていうのももちろん大事なんですけれども、川市内で別に周辺でもいいんですよ、もっと無料で遊べる場所っていうのをみんなで作っていくことってすごい大事なと思います。例えば道を、ある種どこか封鎖して、歩行点っていうのがあったりするんですけど、歩行者点とか、歩行道路って歩く人のためのものだったんですね。いつの間にか車のものになっちゃいましたけど、昔は道に人がいて、そこがサードプレイスで、みんなのコミュニティの場所を会話するとか、そういう場所だったわけですよ。なので、車を一時的にどこか封鎖して、要は子供たちとか大人が危ないから道路に出れないんだけど、道路封鎖して、そこでスポーツやるとか、バーベキューやるとか、音楽やるとか、みんなでこうキャンプやるとか、なんかそういう空間に変えることができたら、別に遠くに出なくても、0円で、遊べるっていう状況。あと海とか川とか山、自然にあふれている場所もいっぱいありますので、そこをどうやってみんなで楽しい場所に変えるか、あと趣味ですね、趣味を拡張していく、100個ぐらい趣味のコミュニティを作っていきたいなと思いますけれども、身近で趣味で楽しみ合える仲間がいれば遠くに出なくても遊び合えると、これ0円、遊び趣味ってことですね。であと私が得意としているぐるりぐつぐつ効果を使えば、家計を圧迫する一つのものです。子供服とか大人服もそうですけども、子供にかかる子育て用品ですよね、おもちゃもしっかりですけどね、そういうものってやっぱ年を追うごとに買い替えないといけないし、子供も欲求があるのかもしれないですけど、ぐるりではどんどん物が増えますね。どれだけ物が余っているのか、皆さんが稼いでですね、買ってきたものを捨てるんじゃなくて、みんなで有効活用してシェアして、で直接お金で買い付けなくても手に入る、そのための場所を市が用意するとか、そのコミュニティを醸成していくとか、そういうこともできるんじゃないかな。これが私が籠川市の少ない予算の中でも子育て費用というのが一つのポイントです。でこれをすることで恩返しですかね、ぐるり返しが来ますと。それが子育てをみんなでサポートしたら、必ずそれをお世話してくれた人たちに感謝が返る。これが老後、何で最初とか、0円に持っていくための一つの仕掛けになります。老後でも一番お金かかるのが食品になります。で、それもみんなで作って、おじちゃんおばちゃんのために持ち寄ろうとか、一緒に料理作って食べようとか、そういうコミュニティができることで、老後にかかるその負担、お金がないといけなかった部分が、徐々に減るんじゃないかなと思ってます。あと、生きがいを持って楽しみあるコミュニティが、人間関係が増えることで、病気にならないとか、怪我しにくいとか、そういうことになるかなと思っています。なので、まず子育て0円目指して、その先に老後0円みんなで作りませんか、そういう街が1個でもできたら、隣町、いろんな街でもそれやりたいという人たちがきっといると思いますので、それをうまく日本中に広げていきたいなというのが私の理由でございます。私、会社を作った資金は100万円です。100万円を元手にですね、売上も30億ぐらい、事業にも200人ぐらいいるような組織を作った。でも今会社を経営している中で、フラットなコミュニティ型組織になっています。これは自立自走型のティル型組織というので最近着目されているんですけども、やっぱ幸福度の高い組織を目指したときに、こう指示命令で動くというわけじゃなくて、みんなが、これやってみたい、あれやってみたい、そういう熱量をもとにこう話し合って決めて動くというやつなんですけども、そのコミュニティを作る能力だとか、そういう組織作りをする能力が日本にももう一番なんじゃないかなっていう自信があります。これを、お金儲けのために使うんじゃなくて、それお金が必要ない、事業とか、逆に儲けなくてもいい、みんなのお金である、その地の税金、を使って、増幅させてみんなに還元していく。これは経営者、経験のある私のような人っていうのはすごく得意としているんじゃないかなと思ってます。そう、周りはたくさん経営者の方もいれば、社会活動をしている人たちもいたり、子供職業とか、本当に多様な、多彩な、ちょっと交流していて、そういう質問結構聞くんですけれども、皆さんよく考えてくださいね。100年ぐらい前は物がなくて、例えば戦争戦前みたいなですね、物がなくて、物が必要だった時代、だったらいろんなものが、自然から生み出して、どんどんできれば、利潤が手に入るって時代あったんですけども、物々交換しててもどんどん物が膨らむんですよ。これ本当みんなさ、自主開催 OK なんで、どんどんやってみた方がいいと思います。物が世の中に溢れてるんですよ。
その物が溢れた中でさらに押し込むっていう作業ですね。なんかわからないですけど、全国各地、世界中でやってるっていうのが現象だと思って、で、それがまた捨てられて、廃棄物が増えて、自然が破壊されるっていう、この悪循環が起きてるんですよね。なので、やっぱりもうそこからして、もう持続可能じゃなくなってる。っていうかもう、その時に立てた目標ですね。物が溢れるっていう社会を目指してた社会は、実はもう実現されてる。夢もたくさんあるし、車もたくさんあるし、服もたくさんあるし、物はいっぱい世の中にあるわけですよ。なので、ちょっと発想を変えて、それをどうやってシェアして、働かなくても享受できるのかっていう、なんかその、すごい楽園のような時代にこれから突入するわけなので、そこをちょっと皆さん意識してもらう。じゃあ企業にとって、これやっぱりさっきのおむつとか、ミルクの問題もそうなんですけど、服の問題もそうですよ。アパレル販売してるのに服の交換会とかやりますけども、矛盾してるんですね。これもしょうがないなって。で、じゃあ何を目指すべきかって言ったら、衣食住、教育、子育てっていうのが、どれだけ社会の中でゼロになっていくかっていうことが、すごく命題になってるし、これは企業にとってもそうだし、地域の企業にとってもそう。100% ならなくても 30% で 50% で、例えば食べ物がお裾分けでも溢れてる。物が溢れてるから買わなくていいとか、住居も0円のものだとか、シェアハウスとか、そういうものが溢れてるってなった場合、じゃあ働かなくていいじゃんみたいなことになりますよね。働かなくていいじゃんってなったらどうなるかって言ったら、企業も辞めてもらいたい人は辞めてもらいたいって企業も、大いにあるかもしれないですよね。でそこがおそらく、企業にとっても、売上は下がるけれども利益は維持するっていう、そういう状況は、合意が取れるんじゃないかなと。して働きたく ないんであれば、働きたくないって人はめちゃくちゃいると思っているので、でそれであれば、自給自足的な生活、もしくは街ぐるみで自給自足的な街に移住していただくなり、そういう生活に入っていただいて、企業もどんどんスリムになっていく、もう生産しなくてもいい、業種業態っていうのはどんどんスリム、そのためにみんなで、ものづくりをする。で、アパレルの販売しててもそうですけれども、やっぱり効率的に作って、大量に作って、安く作るっていう流れなんですね。でも本来アパレルっていうのは楽しむものもあるわけですよ。芸術を楽しむ、アートを楽しむ、本来だったら装飾的なものを楽しむっていう文化が日本にもあったり、各民族の方々を見てても民族衣装って凝ってるわけで、本来だったら売るための服よりも自分らで作って自分らで享受するっていう服の方が美しいな。例えば器もそうですね。家だってそうですし、みんなで作ってみんなで享受するっていうわけですね。食べ物もそうですね。売るためにやるっていうのが、自分たちで楽しむためにやるっていう文化が、日本人にこれから多分必要ですね。じゃないかなって。